チャオ、あっちゃんです。今日は9月の8日土曜日、この動画が上がるのは9月の9日日曜日になるかな。皆様いかがお過ごしでしょうか。あっちゃんちは暑いです。はい、温度自体はそんなに高くないんだよ、27度、で湿度がねめちゃくちゃ高い、80% ギリぐらい、手前ぐらいまで行ってんの。だからもう暑くてだるくてもう嫌っていう日曜日、や土曜日の、朝です。今ね、まだお昼なってないね。でまあね、子供とも喋ったり、ね、いろいろして遊んどってんけどもね、でもう各自暑くて伸びております。はい、ということで、あっちゃんちょっとねバナナジュースを飲みながら、まあコーヒー飲んでね、あっちゃんはねバナナジュース作ってくるって、いらんって言ったらいらんって言われて下はどうもバナナが嫌いみたいでね、からあっちゃんはバナナジュースを飲んで、上はね自分の部屋でコーラ飲んで、なんかちょっとパソコンでしたいことがあるからって自分の部屋戻ってんだけどね、で下も今ねここで喋っとったけど、なんかあっちゃんのノートパソコンで今なんか見てやるみたいで、一人ぼっちになったね。ちょっとお話ししましょうかと。でもまあお話の内容何もないねんけど、まあね、休日の朝ゆっくりちょっとこう何か雑談でもしましょうかということでね、ちょっと朝からね子供と一緒にねテレビ見てて、でなあと喋ったりで、Amazon プライムでいろいろ見てて、だ仮面ライダー電話や見ようって見てて、佐藤健君のね、で見てたら上はねもうなんか自分パソコンするかって部屋買おうって書いてたんだけど、下と二人で見とって、そしたらこんなん知らんわって言って、もしかしたら生まれる前かな、生まれてからかギリかなとか言って話しとって、んだててれててててれててれててって言って、電車の入ってくる電話よね、電車が出てくるんだけど、その電車のなんか発車音なんか到着音なんかなんかそういうベルなんだけど、あこれ聞いたことあるってなって、いやもうで見たら2008年やって、2008年や3歳かって、かすかに記憶がある、いやお母さんずっと見てたやんって言ったら、そっかー言ったらですって懐かしくね、お母さんのことを思いながらね話をしてて、ね、ね、たけるくん見てて、いやこれ誰見たことあるなとか言って、若いなーって話しとって、誰これから朝ドラのあれやんってリツやって言ったら、嘘って、ほんまやほんまやとか言いながら、みんな緩い話をしながらね電話を見ててんけど、いや楽しかったさ、まだ途中までしか見てないね、残念ね、結構何話あったらめっちゃあんねん、50話ぐらいあんのかな分からへんけど、まだ映画もあるしね、また暇な時見ていこうと思って、懐かしくてさ、あの頃子供が下が3歳、上がだから5歳6歳、ぐらい、上がだから幼稚園小学校行くかなぐらいの時やって、下がまだねって言って、みきちゃんが病気になったとしか、途中からだからね小花ちゃんが出てきてちょっとぐらいまでは見ててんけど、それから見てない、ちゃんが病気発覚したのそのあたりやったんよね、2008年、2008年のねに発覚したんよ。いや悲しい話ですわ、はい、発覚はもうちょっと前やったんやけどね、っていう寂しい悲しい思い出もありの、でもねその分病気になった分一緒にいる時間が増えた。どうしてもあっちゃんはやっぱりね治るっていう確証、確証っていうか治ってほしいっていう希望と、もしここでみきちゃんがいなくなったらって思ったら思い出を作りたくなって、いつも一緒にいようって、だから仕事を優先で生きてきたんやけども、そうじゃなく家族ファーストで生きるように切り替えたんもその年やって、だから電話をね、イマジンと契約できて戻れるんやったら、それまでの年に戻りたいなと。でそれのもう1年、2年、いや、出会った年でいいや、ミキちゃんとに戻って、ね、その病気の原因になるもんを元からね、もう子供2人できた時点で、卵巣腫瘍やってね、卵巣から、言ったら卵巣がんの一種、卵巣がんの変形一種みたいなもんやけど、だからもう2人できた時点で女の子ももう生まれへんねんし、その時にね元気な時に卵巣摘出してもらってたらよかったなって
って悲しくなったり、まあ、そんな日曜日電話を見るとね楽しいねんけど悲しくなっちゃう、うん、悲しいけどタケル君はかっこいいねみっちゃんとね見てて、うん、タケル君かわいいねって見てた、うん、まだあの頃ほんまデビューしたてぐらいやってまだ10代やね、で仮面ライダーで仮面ライダーの中で仮面ライダー界一のヘタレみたいな位置づけやってんけど途中ねあのキャラクター変わっていくごとにタケル君がねいろいろ変わった役するんだけど結構あの竜太郎スになった時チャラかったりとか浦太郎スになった時になんかこうねあのなんていうのキザやったりとか、うん、だから浦太郎スの時はなんかねあのやんちゃくれやったりで、ね、なんかかっこいい、まあ、すごいなんかいい俳優さんになるやろなって思ってたんよその頃からタケル君好きやってね、うん、ミキちゃんもタケル君好きやってかっかわいいねいいねって言って見てて、で今はミキちゃんと一つの体を共有するようになって二人のね思いっていうのがねさタケル君いいなって思っててね今実見るとねすごくいい、だからスズメが腹立つスズメに嫉妬してるかもがね、まあそんな話どうでもいいよね。まあそんなねゆるゆるい話を見ながらちょっとなんかねスズメとあのね率がいい感じになってきたけどね、まあいろいろとあって最後はハッピーエンドで終わるのかなと思ったりね、うん、だからベタな展開を期待してたりもすんだけどまあ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 そんな雑談どうでもいいかな、でもこんな雑談もいいよね、うん、やっぱり現実社会ねドラマってその年々のドラマっていうのはその時ドラマを見てた時何してたかなっていう思い出が出てくるんでね、だからその思い出であこの年こんなことしてたんやなっていうのが交錯されていい思い出であったり悲しくだったり、でもその頃は輝いてたんやなって生きてたんやなって思うとねちょっと寂しくもなったりするんだけど、ね、でも今を楽しく生きるしかないのよ、過去に戻ることもできへんし未来は来る未来しか迎えることできへんねんからね、今を全力で悔いのないように生きることしかないってあっちゃんは思うからね、今どれだけバカなことしてても、ね、今誰に何て言われようと全力で今の自分を楽しむっていうのが悔いのない人生やと思う、これでやっぱりいろんなこと言ってくる人もいてる、でもその人の言うことを聞いてあの時こうしとけばよかったなーなんて悔い残す人生なんて送りたくないから、あっちゃんはバカになりきってバカでいいと思ってんねん、うん、だってなんか子供にもそう言ってる、嫌なもんは嫌ってやらなくていいって、やりたいことをすればいい、ただでもそれだけでは人生いかへん、やっぱり集団生活っていうのもある、そういうのも習っていかなあかんけども学校とかで集団生活を学ぶことで社会で集団生活に馴染んで社会適合するんやけども、けどもでもだからって言って自分を押し殺して生きるのは違うぞって言って言ってるね、うん、だからあっちゃんは自分を押し殺して生きてきた何十年間ね、13歳やけど、うん、でもそれであの時こうしたらよかったなって思うことがいっぱいあるんよ、でもミキちゃん亡くして、まあ、記憶がないって言ったらオーバーやけども言い過ぎやけどもね、まあほぼクラゲのようにクラゲというかもうなんかよくわからん状態で生きてきて自分を取り戻して今3年目4年目そんなあたり、ミキちゃん亡くして 2,3 年はもう生きることすら嫌やったけども、いやようやくね自分を取り戻して生きようって生きていこうって決めて、でこの3年悔いを残すことしたことがない、それは他人が何て言おうが自分のやりたいことをやってきたからやと思うよね、今ここでもし何かで命を落とすことがあっても、うん、悔いはないなって言えるって思う、いや悔いはないことはないよ、やっぱりやりたいことまだまだのあるしまだしてないこともいっぱいある、でも今ここで向こうの世界行っても何て言うのかな、だからやり残したことは来世でやりゃいいやって
でも今まで今全力で生きてて楽しいよって言える、うん、人生を送れてるかなって思ってるんで、うん、だから人間楽しく生きることっていうのがすごい大事やと思うね。人の目を気にして、人の目を気にしてやりたいことができへん人生ほどつまらないものはない、うん、そんな人生生きてて意味がないってあっちゃん思うよ。だからもっと早くに気づいてたらもっと笑いながら生きてたかもわからへん。でもミキちゃんと出会えてたかどうかわからへん。いや、ミキちゃんと出会えてたとしても今の子供がいてない、もう作ることはできへん。いや、やっぱりそうやって生きてきて今があるからこの人生でよかったんかなって。ねえ、ちょっと悲しくなったり涙が出そうになるけど、いい子供が授かってよかったなってね、まあ、そんなこんなでね、今日のあっちゃんはなんかこう仮面ライダー電王を見てその当時を振り返ってセンチメンタルになっております。はい、泣きそうなんでもうカメラこの辺で止めます。泣いたら恥ずかしいもん、はい、だからあっちゃんは全力で生きます。みんなも悔いを残さないように、いつもしこの後何かで命を落としてもいい人生を送ったなって言えるように今を全力で生きてください。過去はもう変えることはできない。未来は来る未来を迎えるしかない。自分で未来を作ることなんてできない。だから今を全力で生きることでいい未来を選択することはできるってあっちゃん思うね。だからいい未来を選択していくためにも今の自分を殺さない。人に何を言われようと人の目なんて気にしない。自分で自分を評価して、人の評価なんて何の意味もないから評価は自分でするものです。はい、であっちゃんも思う。でこれからも全力全開で楽しく生きていきたいと思います。はい、ということでね、今日もねまたライブしてみんなとお話したり楽しいことしたりオフ会したり、今日はせえへんけどまたねこう近いうちオフ会したり遠足行ったり、みんなとねバカ騒ぎしたり遠いところにも行ったりね、美味しいもの食べたりいろんなことしたいと思います。はい、もちろん子供と全力で遊ぶ、それがあっちゃんの一番の幸せです。はい、ということで、こんなあっちゃん今日の雑談、もう取り留めのないお話やけどね、休日のゆるい雑談、バナナジュース飲みながらね雑談、よかったよって思ってくれたら高評価を、またねこんなあっちゃん、応援してくれるよって人は応援のコメントくれたら嬉しいです。はい、でチャンネル登録してこれからも見ていってくれたらめっちゃ嬉しいんでよろしくお願いします。ではまたね、あっちゃんはゆるい土曜日過ごします、みんなはゆるく日曜日を過ごしてください。で月曜日楽しく無理せずいいお仕事をしてください。学校励んでください、勉学励んでください。でも一つだけ忘れないでください、全力で今を楽しんでくださいね。ではまたね、バイバイ。